さて、ちょっとね、お話を伺っていこうと思うんですけれども、実際にこの、海江田と中川っていう江倉さんの役は、2人の男性に思いを寄せられるっていう役じゃないですか。そこら辺に対してこうどんな思いだったのかとか、どんなことを感じながら演じたのかも教えてもらっていいですか？今回は豊川さんが演じる海江田だったし、向井さんだったから贅沢だなとも思ったんですけど、実際だったら煩わしいですよね、きっと。もう揉め事嫌だなみたいな、 今更みたいなのはありますよね。 ありません。 でもね、しかもいい男2人にっていうことですからね。その点に関してはすごく羨ましいですよね。いろんな男性に思いを寄せられるつぐみちゃんは羨ましくもあり、でもそうだったら煩わしいなっていうのもあり。それでこれから見るお客様なんですけれども、ちょっとその豊川さんと向井さんの、シーンのところでね、2人がこう確かにバトルするシーンがあるんですよ。そこら辺についてお話を伺いたいんですが、2人初共演だったんですよね。そうですね、仕事では初め共演て、は、はい、初めてですね。どうばっだったたりんで会ったすことありますけか？ 6、7年ぐらい前だと思うんですそうけだど。ね、それぐらい前か。で、まさかのこう殴り合うみたいな、ところで今回共演ってことになりましたけど、いかがでしたか？いや、もう向井君強そうなんで。いやいや、僕はもうあのシーンに全てをかけてるので、というかそんぐらいしか出てないので それにもう全てをかけましたね。結構怪我をしましたけど。そうなんですしか。ました、しました。流血しました。ちょっとかすり傷で そうなのよ。豊川さん、そうだったんですか。僕は万全の防護体制を必死でやりましたので、大丈夫でした。ね、ちょっとここ皆さん楽しみにしていただきたいと思うんですけれども、共通質問の前に豊川さんに一つ言いたいと思うんですけれども、海江田教授の言うセリフでグッときたっていう一番中でも多かったのが、恋なので仕方ありませんでしたというセリフなんですが、このセリフ豊川さんは発するにあたって恥ずかしかったりとか、どんな思いでやられたのかなというのをまず伺いたいと思います。そうですね、こうなかなか一言では言えないんですけれども、本当に楓さんのセリフはもう本当に素晴らしい、言葉の数々で、シナリオでセリフを読んでみて、これなんか俺ちゃんと生の声でこう立体化できるかなみたいなところは最初すごく不安なところがありましたけれども、でもなんだろう、こうすごいセリフなんだけど、結構みんな本質を捉えてるセリフなので、僕自身がちゃんとそれを理解できてれば大丈夫なのかなと思いましたけど。ではちょっとこのセリフについてですね、どう思ったのかを聞こうと思うんですが、まず江倉さんは言われてみてどんな思いだったんですか？言われたいと思ったけど言いたいと思いました。恋なので仕方ありませんっていうぐらいの恋はしたいと思いました。でも本当素敵なセリフですよね、これね。そうですね、もうそれが全てですもんね。じゃあちょっと今のいくらさんの話じゃないですけど、恋なので仕方なかったというエピソードを皆さんに今までの経験であったのかというのを聞いていきたいと思いますが、じゃあ榮倉奈々さんは恋なので仕方がなかったという何かエピソードは？子供の時、夕方の6時ぐらいにもう寝ちゃってたんですね。で、朝の6時ぐらいまで寝てて、それで多分のっぽになったんですけど、眠いので仕方ありませんでした。 ということで そっちで わかりました じゃあ豊川さんはいかがですか？中学の時に好きな女の子のところに告白しに行ったら、ピンポン鳴らしたらお父さんが出ていらして、
お父さんに中学生の分際でまだ早いって、お前はそういうことが分かってるのかって説教されまして、その時に仕方なかった感じが、仕方ないよね、だって好きなんだもんっていうのを心に覚ったような記憶があります。男前ですね。ねえ、うん、向井さんいかがですか。神妙な顔してますが。いや、まあないですよ普通。なんだろう、いや、どっちがいいですか。あの、いや、どっちっていうか、なんかふざけた方と真面目な方と。恋よりがいいですね。恋よりで、10代の頃、あ、ちゃんとしたやつ言います。じゃあ10代の頃、付き合っていた人がいて、で振られたんですよ一度。でもやっぱりすごく好きだったので、もう一度やり直したいっていうことを言って付き合い直して、1週間後にまた振られましたっていうことがありましたね。あ、でもやっぱりね、もう一回チャレンジすると男前ですね。なんかもやもやしてたんでしょうね。なんかでもそれですっきりしましたけどね。お客様たちも手振ってくださってありがとうございます。